さっとね、結局小田原そばで、食べてきましたけど、なんか特盛食べるにはそんなに腹減ってないなと思ったら、考えてみたら昼飯食ったのが4時前でしたもんねあんまり時間が経ってないんだな。むしろ普通によく食べれたなというところですけど、さあじゃあ桑名駅まで行きましょう。よいしょ、桑名まで830円ねはい、すいません。はい、すいません。はい、どうぞ。ありがとう。さあということで、旧近鉄の電車が両方止まってますね。ちょうど伊比行きと桑名駅が両方並んでますね。伊比行きがもうすぐ出てくるみたいですけど、まあ、今から伊比行ったらさすがにまずいんで、おとなしく桑名駅でね、乗ってこうと思います。でまあなんか道中の動画でも開けたかもしれませんけど、リゴロ鉄道さんはね、ここまで思いっきり下書いてるのがね、ちょっと車窓がね、あの見えないのがたまに傷なんですよね。環状変形だから真ん中行こうかな。空いてるところ誰もいねえじゃん。よし、ね、いいじゃないですか。角席、角席、やったやったね。あの近鉄の電車でね、一番寝やすい優先、この方でもね、優先じゃないところがあるんですよね。何せこの長い車体の 4両車両なんで、先に入り口が出てくるね。いいね、一人だとちょっと喋りながら撮ったりもできますからね。書いてますね。無人駅を、あ、そうね、無人駅から無人駅の場合はね、運賃箱使ってねっていう。特にこっち側はね、岐阜県行きの方はね、多いですからね。お、あ、取ったら伊比行きは出てきますね。みんな赤坂駅も待ってますし、まあやっぱし冷静に考えてみたらね、今日も垂水鉄道にも乗りましたし、ね、穂積にもね、もともと穂積の企画ですからね。まあしかしあれですね、人もいないから、ね、今のうちに総括をやっときましょうね。もうやっちゃいますけどね、あれね、あの駅のご案内はね、あれですね、まああるところないところをまとめてあるところサイトとかあるのかな。さすがにあれはないだろうな。ですけど、あのあれね、今後ね、あの作るときはね、あのちゃんと行けるように作っときましょうで、あのまあ今日のところだったら、まあ、結果的にはね、あの例の遠教授さんもバスでね、北方のバスセンターに行ったらすぐってことは分かりましたし、ってことはまあね、ミットは行けんことはないなって分かりましたけど、ただどうもね、ひいき目に見てもあの、書いてあったあれ、あのオッシン氏ね、あれオッシン氏はさすがにね、この出るから岐阜から行くの一番ベターな方法は、あ、結局やっぱ西岐阜から歩いた方が近いから、最寄り駅に西岐阜駅だもんな。まあまあまあ、北方間までバスで出て、遠教寺見て、で、そっから、またバスセンターからバスに乗って、岐阜方面に行くバスに乗って、あの、バス停の前まで行くっていうのがセオリーなのかなと思いますけど、もしくはもう岐阜駅まで出て、岐阜駅からね、バスに乗るという手もあるみたいで、それだとあの結構周りの方まで、ね、あの行けるみたいですからね。うん、
まあでも歩く道間違えてたんであれですけどね、あの南側から行けばねもっと行きやすかったはずではありますんでね。いやーとはいえあれはあの駅まあ確かにすごね素晴らしいやりなんですけど、あれはね西岐阜駅に案内出しておくべきじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうね。もしくはあっちの方に出るね路線バスね作っといてほしいなっていうのが正直な感想でございますね。うん、いやこの企画は疲れるな他の駅ってご案内ってどんな感じなんでしょうね。うん、でもあんまり案内がある駅ってなさそうなんで、また見つけ次第ね、やってみようと思います。ルールはね、ルールとしては駅の構内ね、駅の外に出たらもう市全域のね観光案内とかああやってわーっと出てますから、それ全部ってなったらキリがないですかね。あれ駅の構内でああいった案内があるやつってのは相当宣伝されてるはずですからね。その割にはその割にはまあまあ何せ冷静に考えてみたら4つ書いてありましたけど、あの観音さん以外は全部水星じゃないもんね岐阜市と北方町と大垣市だもんな。そのまたあれまあでもね、まあ好評かどうかは分かりませんけど、まあでもあまりこういう企画をやってる鉄道系の方でもね、多分あの観光案内に載ってるところ全部行こうみたいなね、こういう企画やってるところはなさそうなんでね、ちょっとうちの、オリジナル企画としてね、一石を投じてみようと思います。ただね、もしこれを見てね、言うてでもうちは結構先駆けてやってますからね、あの駅から散歩もね、最近ね駅と駅の間歩くね YouTuber さんとか、だいぶ出てきてましたけど、結構うちが先駆けでやってましたし、ターミナルもねうちもやってましたけど、でも後からねあの目立たないターミナル、その接続ターミナルのねあの地下鉄あの橋の駅っていうのをね、やってる YouTuber さんも、ね、出てきてますからね、ね履歴出してね、いやいやうちが昔からやってましたぜと、ね、ドヤ顔でマウントを 取れてるようにね、そのためにはある程度知名度がないといけないけど、さあ無事桑名まで戻ってきましたよ。昔ながらのこの当時もねあれですけど、そう帰りはあれね、でそのまま改札作っていけるんですね。はい、すみません。で間でピタッと来たれば折れる、面白い行動ですよね、やっぱし。で、もう8時20分ですよ。で、こっから次はあ、これでいいんだ、27分発の津島駅行き普通でしたね、これで中川原まで行くんですけど、これ冷静に考えてみたら今日中川原から河原町からずっとこっちに来て、でそこから、ね、岐阜からね、あ岐阜じゃない、大垣からね、あの小泉やら、西岐阜やら行っとった時は一応新快速に乗ってますけど、言っても各駅停車ですからね、あの今日のこの工程全部各駅通過駅なしでやってんだね。何やってるんだろう本当にまあまあしんどいことやってんだな。
橋駅まで戻ってきましたよ。でもあれなんですね、私一番気づかませんでしたけど、芥川駅はあのご案内あるんですね。小山町にはないけど、あ、浦河にあるんだってね、ふと見とって思いました。会議の取り入れね、こんなになりますよとかね、いろんな取り組みやってますね。ちょっとトイレに寄りたいんで、もうここで示させてもらいますけど、いやー言うてしまいね、歩いた歩数も間違いなく今までで一番多いでしょうし、で、移動も言うてね、通過駅なしですもんね、四日市から大垣まで。いやこれは完全に不可能ですけど、そして駅構内の案内は、ね、あまり意識をしたことがない人も多いかもしれませんけど、あれですね、ちょっと改めてね、各鉄道会社さんも改めてちょっと駅構内にある観光案内を、見直してみる必要あるかもしれませんよ。ちょっと私いろんなところをね駅行って今検証しようと思いますよ。とりあえず今回疲れた。ということで、なんとか9時にね戻ってきました。いやー疲れた疲れたということで、まあいろいろとね総括は途中でしながら来てきたんで、まあ大体言いたいことは言いましたけど、まあ後から調べますけどね、そういう移動距離ね、あの歩行距離こんな感じ、えぐいよこれ、間違いなくえぐいよ。で間もね何駅ね途中で泊まりながら行ったのかね、こんな感じ、いやえぐい、えぐいね今回、えぐいね。いやでもね学んできましたよね。ぜひ今後ですね、駅の構内のねご案内をね作るときにはね、ぜひコンサルタントとしてね、活動できるぐらいにね、ちょっとこの駅構内をねのご案内をねちょっと徹底的に検証していきましょう。観光案内、ね、郊外ではいませんよ。郊外だったら、ね、いくらだと駅の改札ないね、このですから改札の中にある、案内ね、観光案内ね、これをしっかり検証していきましょう。駅のその駅で降り立つ人に向けてのやつなんだから、これそれどうなのっていうやつはね、ちょっと検証しましょう。これは正直、まあ駅教授もまあまあでしたけどね、お信じはあれはあれはねどうなのっていう感じありましたもんね。ましてや4つ書いてあるうちの3つが、水干しじゃねえってね、それは、どうなのかなというね、感じもありました。まあ、何はともあれば、水干しおよびね、その周り、水保存駅周辺ね、いろいろと紹介ができたんじゃないかなということでね、まあ、ちょっと、このシリーズは、まあ、シリーズ化するのか、多分すると思いますんで、ただ、なかなか、体力と、土日休みがあった時でないとこれは無理だ。で、本当ならね、じゃあね、今後はね、あれかなと思ったんですけど、ちょっとこの後もまたちょっとしばらく通院しないといけないんで、なかなか土曜日に休みが取れても、その土曜、はい、要するに土曜日が休みになったらちょっと病院に行かないといけないなっていう、ちょっと生活になりそうなんで、あちゃ、なかなか土日使ってのね、そういった企画が、難しそうなんでね。まあ、どっちにしろコロナがあるから、今年はどうせまた無理でしょうかね。緊急事態宣言が明けたらね、なんて思ってませんからね。あと2年はかかるからね。さあ、ということで、これくらいで、ね、駐車場にも戻ってきましたし、もうあとはとっとと帰って、寝ます。以上でございます。なかなく、ここまで一体何回分になってるかわかりませんけどね。あの間の散歩してるのをどれくらい使うかですけどね。まあ、ある程度カットして今回やると思いますけど。ということでございますのでね。まあ、これくらいで、で、次と締めさせていただきたいと思います。どうも、ご視聴ありがとうございました。